今日はあれっしょ、あのサーフィンは走りながらちょっとその先のほらもうセクションがちょっとあもうダメだなみたいな感じだったらちょっとテールを踏んでグッとカットバックじゃないけどさちょっと向きを変えてやってたじゃん。なんかこれがやりたいってさ、それをちょっと意識してやってみるね。できなくてもいいんだから。で要はあのあれだよね、横にはいけんだからもうあの初めのファーストターンでね、その後走りすぎちゃってもう先が なくなっちゃうよっていう時はちょっとこう戻してあげるようなね、そこちょっとチャレンジすればいいんじゃない極秘であれじゃない、サーフィンノートとかつけてんじゃないねサーフィンノートなんだよそれ。いやわかんないけど今日はこうだったそんなことしないわ。そこまでやった、そんなことばっかりやったらつまんなくなるでしょ。そんなことはないよ、それそういうもんなんだよ。いやまだね、あの楽しむっていうのは楽しければいやそれね、だって楽しみ方なんて人それぞれ違うから。でもね結構体育会系だからなんだかんだ言ってガチのが好きなんだよガッチンコのねこのもう何気合と根性でもうひたすらこうねこう課題に取り組むっていう、それがまたできなくてイライラするんだけど、そういう自分もね、そういう自分も好きなんだよ結構。もう自分のねそういうの受け入れた方がいいよ素直に。なんだかんだ言ってもね、あの体育会のノリでストイックに、まあ波がなきゃしょうがない、波あってなんぼだから。まあそうだし、うん、いいじゃん、ダラダラっとしたねえ、ママの好きそうな波ね。じゃあんまりそっち行かない方がいいじゃん。ああ階段で降りやすいところがいいんでしょ。結局中入ったら歩かなきゃな。うん。正面。正面。今日あれじゃ乗った後いろいろやりたいことできると思うよ。距離長く乗れそうだから。それは分かりません。まあ、あとあのテイクオフして頭もうスコーンと忘れないように。それは分かりません。さあいいライディングをいらっしゃい。ようやくねあの久しぶりの動画がちゃんと撮れそうな今日のコンディションです。さてどうなることやら見守ってみましょう。
ちょっとパドルのスタートが遅いんだよね。トロイからもっとね加速しとかないと結局こうやって置いてかれちゃうんですね。さてこのセット行ってほしいな、行ってほしいな、行ってほしいけどちょっと小波なんだけど、どうだ、ダメか。さあこの周りにね誰もいない状態でこれ入ってきたぞ。割れないか、ちょっととろいけど、あ、いけるね、うまく引っ掛けて、あー走んねーなー残念。どうかな。お、とりあえず走りましたね。はい、どうだ、走ってちょうだい。お、よし、しっかり探して走れるところを、ほらショートライドでしたね。納得いかないぞって感じですけど、さあどうする、お、これいくぞ、お、いいの見せてよ、頼むよ、よし、走った。ダメ、暑いね。機嫌悪そうにして。板が多いね。ね。こっちで見てるよりね、もっととろい感じは。そっか。どうする、移動する、もうちょい粘る、まあね。さあ一回上がって、少しね、反省会をして入っていきました。さあ来たぞ、うまく拾いかな。あ、ちょっとこれはいけそうな感じ。はい、次、続けていこう。どうかな。あ、これでもなんか久々にあれ、おっと迷いましたけど。浅いんだね、こんなね、膝ぐらいだもんね。でもまだ伸びます。